はい、今日はですね、お友達が働いてますチャーシュー専門店チャーシュー力さん、埼玉県の狭山市にあるんですけどね、そこに行ってまいりました。このお店プロレスファンはもう大有名なんですけども、まあ、チャーシュー麺をメインとしたお店でして、味の方もかなり有名です。今お友達がねちらっと映ってましたけども、Facebook でつながっているお友達がやっている働いているお店でございます。お店の前には自販機がありまして、餃子ですね、餃子の自販機がありまして、いろいろと売っております。はい、迷わず並べよ、食べればわかるさとですね、これまあ猪木さんの言葉ですね。場外乱闘禁止、飛ぶとすいません、似てませんでした。長州力さんのモノマネでした。またぐなよこら、またげよこら、これあれですね、あの大仁田敦に言った長州さんの言葉ですね。またぐなよこら、すごいアイデアですね、このお店の入り口の作り方。さあリングインですよ。はい、食券で、買いますね。これ食券はですね、いろいろ迷うんですけども、まあ、お友達からは迷ったらばまずは基本のサソリ固め味噌、一番左上ですね、こってり、まあ、これを頼むべしということで、サソリ固め味噌、はい、初訪問の人には味噌、サソリ固めですね、これを注文いたしました。まあいろいろとね、トッピング等もあるんで、今度行った時にはいろんなものをね頼んでみたいと思いますが、あとね、半チャーハンの方も頼みました。サソリ味噌半チャーハン、さあどんな料理でしょうか。リングサイド席ですね。店内には、プロレスの映像が流されてますね。長州ですね、相手は長野でした。で漫画がいろいろありまして、漫画ファンも楽しめますと、はい、長州と長野、懐かしいですね。この頃の新日が僕は大好きでしたね。毎年 G1 見に行ってました。 STF ですねこれ、はい、お水はタンブラーです。水は自分で入れてください。さあ来ますか。さあ出てきました、サソリ固め味噌こってり、背脂半端ないっす、マジ半端ないっす、ドロドロです、こんなラーメン見たことない。これは飛ぶか、ああ飛ぶかな、これはね、スープもトロトロ感が素晴らしいですね。これはね、香りもたまらなくいい香りがいたしました。で麺はというと、これ中太のやや縮れかなっていう感じですかね。とても美味しそうです。もう背脂で、チャーシューも隠れてしまってですねもう美味しそう。で半チャーハン、半チャーハン、これ半分じゃないです、もうほとんど一人前ですさあ食べておりますが、はい、チャーハンですね。このねチャーハンに実はちょっと見づらいかもしれないんですけど、トウモロコシが入ってるんですよ。このチャーハンにトウモロコシが入ってるっていうのは結構意外でして、なかなかチャーハンもしっとりで美味しかったです。でスープの方もこってりなんですが飲みやすい、非常に飲みやすい。そして麺もスープの味が絡みついてかなり美味しいですね。もうツルツルっといけちゃいます。はい、いやーでね、チャーシューがね形がなくなっちゃうぐらいトロトロだったんですよ。なのでこうやって持ち上げてもね落っこっちゃうっていう、このチャーシュー、これがまたうまいんですよ。ちょっとねトッピングでチャーシュー頼むべきだったなと思いましたね。4枚5枚ぐらいチャーシュー食べたいなっていう感じがいたしました。もうどん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 食べ進めます。もう美味しくてたまんないですね。これはね、なかなかうまいっすよ。チャーハンが本当に美味しい。でチャーハンっていうのは、やっぱりラーメン屋では、ラーメン頼んだら今まで白いご飯だったんですけど、これからはチャーハン頼もうと思いましたね。いろんなお店のチャーハンを食べてみたいなと思いました。
いやいや、ほんとうまい。ラーメンね、こってりなんですけど、あんまりね、くどくないんですよ。はい、卵が入ってました。卵が丸々1個、煮卵が1個入ってますね。さあ、その卵をいただいてみたいと思います。柔らかいですね。半熟ですね。見事なまでの半熟です。これ美味しかったな。さあ、まだまだね、これ1人前なんですけど、麺の量が結構あって、大盛りはね、無理ですね、私は。ラーメンとチャーハンだけでね、かなりお腹いっぱいになります。まあ、若い人は大盛りいけるかもしれませんけど、まあ、普通の方はこのラーメンと、まあ、チャーハンでかなりお腹満腹になると思いますんで、十分だと思われます。でチャーハンもね、どん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 食べても食べても減らないんですよ。で店内これ12時前なんですけど、もうどんどんお客さん来るんですね。さすが人気店。私が帰る頃には半分ぐらいもうお客さん埋まってました。まあ、12時前でしたけどね。まあ、地元の人がほとんど多いのかなっていう形ですね。で車はお店の前に3台か4台止められるんですけど、車で行かない方がいいかもしれないです。さあ、うわ、まだラーメン残ってますね。結構ここまでもね食べてきてるんですけど、さあ食いますよ食いますよ。麺の量多いんですかね、1人前かなりね、麺の量が多くてびっくりしました。はい、で食べるたびにうなずきます、美味しくていやーうまいっすね。久しぶりにお店でラーメン食べましたけど、なかなかこれはね美味しいですよ。もうぜひね行ってみてもらいたい、チャーシュー力。もう名前だけじゃないです、味もね保証します。これはほんと美味しい。はい、煮卵いただきました。いやーうまいっすね。夏場にラーメンってあんまり食べないんですけど、いやこれはなかなかねいいお店発見したなっていうか、お友達のおかげでいいお店を発見できました。さあスープがうまい。もうね、なかなか山岡屋でもスープってそんなに飲まないんですけど、ここのスープはねくどくなく、ただこってりで味が美味しい、それがあるんでもうどんどん飲めちゃうんですよ。さあラストスパート、チャーハンをどん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 食べていきます。いや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 、もうねこのチャーハンうまくてうまくて、もう何回も同じこと言うなと思うかもしれませんけど、本当に美味しいんですよ。やっぱりチャーハンが美味しいお店っていうのはやっぱりうまいっすよ当たり前のことかもしれませんけどね、やっぱりねラーメン屋のチャーハンっていうのはお店それぞれで味が違うんで、これからはいろんなお店のねチャーハンも食べてみたいと思います。白いご飯だけじゃなくてチャーハン、ラーメン屋行ったらチャーハンも食べたいなと思いましたね。さあそろそろ完食でしょうかね。半人前と書いてありましたけども、ほぼ一人前。はい、完食でございます。美味しかったです。さあラーメンも残り少なくなってきました。ラストスパートに向けてスープを飲んで、ね、スープをね残すっていうのが今まで僕はね山岡屋でも全部スープ飲んだことないんですけど、こちらチャーシュー力さんのスープは程よいこってり感、背脂もう満載でですね、飲みやすい、背脂があるのに全部飲めちゃうんじゃないのっていうぐらいの美味しさなので、これねいけちゃうかもしれない全部。あこれはもしかしてスープ完飲でしょうか。来た。もうラストですね、ラスト最後。はい、飲み干しました、完飲です。ごちそうさまでございました。
いやーもうラーメンとねチャーハンも全て食べ尽くしました。空っぽでございます。ごちそうさまでございました。美味しかったです。はい、チャーシュー力初でしたけども非常に美味しかったです。あのあっさりではないです、こってりですけどスープ全部飲めちゃうぐらい、意外と味があって濃くてうまくてスープ全部飲んじゃいました。あんまりね山岡屋でもスープ全部飲んだことないんですけどここのスープは全部飲めます。でチャーハンも非常に美味しい。ぜひ来てみてください。また今度違うラーメン屋に行ってみたいと思います。誰か誘ってくださいではでは、いい夏を過ごしましょう。山地でした。